やってきたぞ競馬 V 登場。はい、やってきました競馬 V です。エリザベス女王、この間ね動画上げた続きなんですけど、あのもう気になる全部で僕4頭いると言ってたんで、4頭いるうちの2頭はね前回動画で言っているんですけど、あと2頭ちょっと言おうかなと思っています。まずは1頭目になりますね。1頭目ちゃうわ、前回からあれですよ、3頭目こちらです。その馬はカンタービレ。カンタービレですよ、カンタービレ。まあ、一応3歳っていうことなんですけど、まあ同世代でねノームコアとか、まあアーモンドアイかもいるんですけど、やっぱこの馬も、目立つ強い要素ありまして、まあ前々走はね調子はいまいちだと思っていたんですけど、まあ、ローズステークスを勝ち、まあ、ここですね、ローズステークスを勝って、前回のね秋華賞はもう竹がね、竹騎手ですね、竹騎手、前回はこれ秋華賞、竹騎手が思い切った後方待機で、まあ、言うたらもう一番奥の方でも後方待機策でもう一発狙いのもう大ベテランの乗り方で、最後もう目が覚めるようなもうすごい足を末足を使ってたのはもう当然もう好調の証じゃないかなと。なぜすごい足を使っていたというのはすごい印象あるんでね、まあいいんじゃないかなと思ってます。まあ手代わりはちょっと気になるんですけどね、まあで C デムーロですから今回、まあデムーロであれば新たな一連見してくれるんじゃないかなと思って、カンタービレをちょっと買いたい一頭かなと思っております。まあ安定はしてそうなんでね、もうここは、勝ち切ってくるんじゃないかなと思っております。ディープインパクト3区ですからね、まあまあしぶといいい足を使ってくるんで面白いんじゃないかなと思っています。まずはこの3頭目は一応カンタービレですね、カンタービレで、あと1頭ね、めちゃくちゃ気になる、まあ僕的には穴かなと思うんですけど、穴で狙うんであれば僕はこの馬にしようかなと思ってます。その馬はこの馬が穴馬 V だ、レッドジェノバ、レッドジェノバですよ。この馬ね、前回までちょっとね、そこまで半信半疑とこはあったんですけど、まあ正直ね、ほんまに、そこまで強いという確約はなかったんですけど、まあ北海道シリーズの成績がね、いいということもあって、調教師もジョッキーも結構ね、前走も前回も強気なコメントもしてたみたいなんですけど、まあこの馬に関してね、里のダイヤモンドを追い詰めたあたり、まあ、前走ですよね、この京都大賞典、まあまあそこまで里のダイヤモンドがちょっと強いかどうかっていうのもちょっと微妙な面はあるんですけど、まあ一応ね言うても、G1 馬、オスの G1 馬なんでね、小馬の、まあ、里のダイヤモンドを追い詰めたあたり、この馬のね夏の好調を維持できているんじゃないかなと思っておるんですけど、まあ関東馬でありながら立東に滞在して、まあ目標であるエリザベスに向けてね、前走でかなり手応えをつかんだんじゃないかなと、まあ同レースいう方で同レースですね、これ言うてもで、シュバルグランにもね一応先着はしているんで、大いに狙い目はあると僕は見てるんですけどね、もう踏ん張るというか、まあここがもう目位置で来てると思うんで、まあ池添もねどうなるかですよね。まあひょんな時にこう池添騎手もねこう乗ってくれるんでね、あとはまあ枠順と、まあどんだけ食らいついていけるかですよね。
なんで穴であれば僕はレッドジェノバも買いたいなと思ってます。なんで一応4投目はレッドジェノバに、します。まあ今回ね、正直自信はまあもちろんあるんですけど、なんかね一発穴できそうな馬もようけおるんですよね。確かに怖いも怖いんですよ。もうアドマイリードもせえし、まあクロコスミアもそうやし、まあスマートレイヤーもね、しぶとく走らすということは何かやっぱあるんじゃないかなと思ってますし、まあハッピーユニバースもちょっと個人的にはちょっとうーんって思ってたんですけどね。でミスパンテールもね、ここ最近はちょっと調子を落としているんですけど、言うても実力はあると思いますし、まあフロンティアクイーンもね、これ勝ち切ることはできないですけど、ずっといい着順を残していると。当然この一緒の同方で、このリスグラシューもそうですね。まあ結構怖いんですよ。ワンブレスアウェイもおるし、レイホーロマンスもおるし、もうなんせね牝馬なんで、まあ荒れるレースは荒れるレースかなと思っているんですけど、まあ悲願の頂点のリスグラシューもほんま正直これは怖いですね。怖いけどちょっとね、まだ今買える要素はないかなと思っているんでね、まあ、リスガシュは分かんないですけどね。まあまた買い目の方は、枠順決まり次第土曜日曜の方に上げておくんで、またよろしくお願いします。買い目のね、エリザベス女王買い目言う時にまた反対のレースの、買い目もささっと言うんで、そちらもよろしくお願いしますということですんで、チャンネル登録とコメントほんまどんどんくださいね。コメントもうしょうもないことでも何でもいいんでバンバンください。とあとはグッドボタンガチガチに押してくださいということですんで、楽しみに僕も日曜待っときますということで、バイバイ、よろしくな。チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしくね、ブイブイブイ。チャンネル登録ボタンを押してください。そして次の気になる動画も見てね。